こんにちは、スマユーチームの時野真央です。今回もスマユーチームが獲得した株主優待をご紹介していきます。カジュアルな服のチェーンとして知名度がありますね。ご紹介するのは株式会社ライトオンさんです。カジュアルウェアの販売店ライトオンを北海道から沖縄まで全国で展開しています。海外の人気ブランドに加えて自社プライベートブランドも展開しています。こちらは店舗の写真ですね。メンズ、レディース、キッズなど幅広い層を対象にしています。ショッピングモールなどでロゴを目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。私も子供の服をライトオンで時々購入しています。おしゃれでカジュアル、リーズナブル、生地がしっかりしていると嬉しいポイントがあります。特にジーンズの品揃えが充実していることは特徴の一つとなっています。店舗によってはジーンズソムリエの資格を持つスタッフさんがぴったりの一本を選んでくれます。それではライトオンさんの業績を確認してみましょう。本社は茨城県つくば市、東証スタンダード市場です。全般的に販売の伸び悩みが続いています。在庫の消化のための値引き販売の影響で粗利率も低下傾向にあるようです。ここ数年は再三店の退店も継続的に行っており、それらの店舗の減損による特別損失も毎期発生しています。今期2024年8月期は引き続き不採算店舗の整理を進めてコストを削減することで営業損益の黒字転換を目指す会社予想となっています。配当は無配の予定です。ライトオンさんはちょっと業績は苦戦が続いていますが、手をこまねいているわけではありません。2023年10月には新たな中期経営計画に関するリリースを出されています。今期2024年8月期を初年度とし、3カ年目の2026年8月期には売上高420億円、営業利益8億円を目指す計画です。その中では自社 EC サイトの強化にも触れられていました。2024年秋には自社 EC サイトのフルリニューアルを予定されているそうです。では株主優待をご紹介したいと思います。こちらですね、店舗で使えるお買い物優待券です。今回は100株の保有でしたので3000円分の券となります。それとオンラインショップで利用できる 20% オフのクーポンも入っていました。こちらは3300円以上の買い物の際に使えるみたいです。ライトオンは年代問わず着られるカジュアルな服が多いので家族で優待を活用できそうです。それでは最後にスマユーポイントです。スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認していきます。優待の権利確定は8月です。保有株数に応じて店舗でのお買い物に活用できる優待券が送られます。またオンラインショップで 20% の割引が受けられるクーポンも同封されていました。動画公開時点の2024年1月の株価は400円から450円の間くらいです。優待の獲得には最低でも4万円から4万5千円くらいの投資金額が必要です。ライトオンさんの株主優待の紹介でした。ちなみにライトオンさんは Z 世代に人気の YouTuber さんやいろいろなキャラクターなど様々なコラボ商品も企画しています。今後大ヒットするコラボを生むことができたらそれも追い風になるかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やグッドボタンもお願いします。それではまた次回もお楽しみに。